こんにちはったらこんにちは、イズムです。今回はダイソーの明暗センサー付き人感ライトを改造していきます。よいしょ。ダイソーのこの人感ライト、自由に向きを変えられたりして明るさセンサーもついていて歌に光らないしすごくいいんですけど、ちょっと残念なのが電池がすごく切れがちです。もちろん使用頻度にもよると思うんですが、台所に設置していたら2週間ぐらいで切れちゃいました。高い位置に設置するし電池交換結構面倒です。台所だと電源取れないわけじゃないので、一層外部電源化しちゃおうかなと思いました。このライト単4電池が3本なので、最大 4.5V は想定しているはずです。なので 5V 電源は使えそうです。大雑把に言って最低 2.7V ぐらいは想定してそうなので 3.3V でも動きそうなんですが、 USB 電源が使えるということで 5V でやってみることにしました。では早速工作していきましょう。裏蓋はですね、ねじると外れます。ニッケル水素電池で使ってました。ネジ穴が4つ見えますので、プラスドライバーで外していきます。ちょっと手間取ってますね。で、中の基板はこんな感じです。なぜか2箇所しかネジ止めされてない上に基板がたわんでました。何か設計ミスがあったみたいです。で、基板の裏側、どうやら一層基板のようです。コストダウンが徹底してます。分解の邪魔なので配線を外していきます。プリント面が大きくてですね、外すのが大変でした。外れました。電池ボックスとの配線も取ってしまいます。こっちは比較的外しやすかったですね。でも後で考えると基板じゃなくて電池ボックス側を外せばよかったです。 LED 基板と透明カバーを外します。指で押すだけで外れます。DC ジャックをつけるための穴を開けます。まずはルーターで下穴を開けます。エイヤと位置を決めて穴を開けました。で、ステップドリルで穴を開けていきます。これも測ったりせずに現物合わせで大きさを合わせました。大きさはいい感じです。綺麗に穴が開きました。で、カバーと基板を戻してジャックを取り付けていきます。結構指が入りにくくて止めにくかったですが、なんとかなりました。LED の配線を戻していきます。フラックス塗ってからバンド付けしていきます。まあ仕上がりも綺麗になりますからね。LED の配線ができました。で、電池ボックスから外した配線を流用して電源線をつなぎました。 DC ジャックの極性がちゃんと書いてなくてテスターで確認したんですけど、ちょっとドキドキします。蓋はちゃんと閉まるみたいです。大丈夫そうなのでネジ止めします。蓋も綺麗にはまりました。問題なさそうです。作業はこれで終了です。さて、電源をつないでみます。
ここが一番緊張します。 5.5mm の DC ジャックと USB 端子がつながっているケーブルを用意しました。スイッチをオートにすると人感センサーモードです。スイッチオン後はしばらく点灯します。結構明るいです。で、一定時間経つと消えます。中の接続は問題なかったみたいですね。で、センサー動作を確認するために部屋を暗くして実験しました。真っ暗の中で体を動かすと点灯します。眩しいです。電源がやや高めの 5V ですから、なおさら明るいのかもしれません。この後、撮影のために部屋の明かりをつけました。で、一定時間経つと消えます。センサー動作も問題ありませんでした。これでも運用してみようと思います。というわけで、せっかくの電池駆動だったのですが、外部電源に改造してみました。まあ、これで電池切れの心配はなくなりましたし、しばらくこれで使ってみようと思います。工作自体はとても簡単なので、よかったらチャレンジしてみてください。ではここまでご視聴ありがとうございました。このチャンネルではこういう電子工作だとか初心者向けのプログラミング講座とかをやってます。さて、この動画面白かったなぁと思われましたら、高評価ボタンだとかチャンネル登録だとかしていただけると僕は大変嬉しいです。次はプログラミング講座の予定です。ではまた次回よろしくお願いします。